なんか近くね、顔でかいじゃん。池田まさきです。背番号8番大野和成です。ミスター雑やん。誰が雑やん。全然やらんやん。やるでしょ。顔だけ顔だけナンバーワン。もうその一言一句全部そのまま返す。いやいやいや、俺は常に練習はやっぱ 120% もう顔だけ。いやあれやんねや、やりきってるからこそ。からお前はなんか、嘘嘘。いやでもプロ何年目でしたっけ。プロ何年目。心はまだ2年目です。いやこ、まあ、リアルリアルリアル、うん、リアル17年目。まあ17年。疲れとるなお前。見て17年。あれやべ、17年できてる理由が分かりますわ。あのやるとことやらんとこ の、うん、あのメリハリがすげえうまい。あ、やっぱ若い選手とかはもう全部 100% やけど、まあ、ここまでのベテランになってくる子とやっぱ抜くとこ抜くっていうの、ね、抜いてねえし。でもそ抜いてるって思わせない技術。ディスっとるやんお前それ。俺は同部屋はレレップ。カズ君は。俺ショウ。兄貴って呼んでくれよ俺のこと。俺は居心地がいいって感じ。え？気使わんし居心地がいい感じです。どっちの年だっけ？お前だっけ？いやレレ君。あレレ君。三つ上。あそう。うん。ショウって何歳なの？20。俺の一個下。24の年。24。どんな話する？どんな話？昨日はやっぱり一緒に。サウナ入って一緒に行動してる。いやめっちゃしてる俺。ショートばっかりしてるもん。そう、常日頃ショー、毎日ショー、どこ行くにもショー。そうかな。ショーショー、ずっとショーショー。飯もショー。でも飯ね、ショーね、飯食うのめっちゃ遅いから。え、ついてくんのショーが。え、ショーがついてくんの。いや俺が一緒に行こうって言うの。あー、そういうことだね。さすが。あ、やっぱ同部屋だからさ、絆深めないとさ。いい先輩だね。あ、今後に影響するからさ。今後に影響する。え、なんて言ってた。なんかそう居心地的な。ああ、気が使える後輩っしょ。使えないっしょ。人のは勝手にあの靴乾かさず勝手に使うし。こいつマジでね。人がスパイクびちょびちょで乾かすやつ持ってきたのに、俺がもうさっき乾かしてる。乾かしてるか、俺が乾かした初めなのに濡れたやつどかして自分の乾かすか。マジ立ち悪い。結構いかついあれ。はい、一番外のレーンが一番長いんだけど、ちょっと前にして。離れて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 離初めて後輩役立ったわ。確かに初めて。いやもう最初言った通りですよ。もうメリハリがうまいっす。カズくんはよっ、いいも悪いもね。まさきはやっぱりハングリー精神がちょっと失いできたから。うそやろ。ちょっとなんか J1 に慣れてきて、なんか最近雑って言われてるから。いやもう一回やっぱ雑草魂思い出してほしいなって。ライバルやから。ライバルやし。あ、でも、ディスるイコール伸びしろだから、俺らの。あ、そう。こっからやっぱの。じゃあ、俺は、カズ君の背中を見て、うん、あの、盗もうとしてんねんけど、うん、それが雑って言われてて。真似したら雑って言われた。影響力悪いな、俺。ちょっと改めるわ。ヤーマンのように常に全力で。ヤーマン。常に全力で怒られるように頑張る。全力して怒られる人。全力して怒られる。全力やって全力で怒られる。全力すぎて怒られるか。
キャンプ残り1週間、お前の目標は？俺はまあコンディションも上がってきてるから、うん、でもその中でやっぱり怪我しないことっすね。やっぱそこが一番っす。間違いない。やっぱね、怪我しないことはね、キャンプにおいて一番重要なんや、うん、怪我しないんじゃなくて、怪我してもやれる体だから、ね、そう怪我してもね、やれちゃう体になってきてる。怪我の耐久性多分 S。 人間だから、だってずっとね、どっか痛い痛いって言ってるもんね。あ、そうやってだまされるでしょ、ほら。そうやってスキミッシュだけだからね。カズ君がさ、手抜いてって言ってたじゃん。うん、じゃあ、アップ、あれカズ君の 100% だから。そうだよ。あ、そうなの。だからカズ君は怒られないよ。あれ、今持ってる。違う、違う、それ、俺から言ってもらったら、山さん、騙されてるよ。分かってない、あれ、騙されてるよ。あれ、100% じゃないから。いやいや、違う、違う、あれ、今、その時の 100% 出してるから。あ、そういうことね。山は、120% 出してるから、なんか、暴れてるように見えるよ、あれ。分かる。そアップとかはまだ、80ぐらいしかゲージ溜まってないから、お前。でも俺もちょっと痛いところに出して、カズ君のやり方よく分かってきた、俺も。うん。遅いね。ヤーマン何年目プロ。カズ君の1個下だから 16? すげえわ、マジで。16。尊敬っす。俺も17か分からん。リスペクト。マジリスペクト。俺がバカにしてる。そう、バカにしてる。お前何年目俺は7。もう倍以上じゃん。でも俺まさか22歳だと思った。25です。確かにまだなんかガキ臭いもんな。25ですよ。なんか久継ぐと同じ匂いする。まだそれはそれでいいんじゃん。僕たち頑張ります。よし、風呂行こう。